報道関係者の皆様お待たせいたしましたこれより埼玉県社会解体解決型オープンイノベーション支援事業に関する記者説明会を開始いたします私は本日の進行役を務めます電子情報技術産業協会の吉田俊と申しますどうぞよろしくお願いいたします <laughs> 本日の進行に通じてご説明させていただきますまず6名の登壇者よりプレゼンテーションをさせていただきます その後報道関係者の皆様にはご質問という形で質疑応答の時間を取らせていただきますよろしくお願い致しますそれでは最初に埼玉県産業労働部斉藤豊先端産業課長より本事業の目的や背景について説明させていただきます斉藤さんよろしくお願い致いします皆さんこんにちは <laughs> 埼玉県産業労働部先端産業課長の斉藤でございます。本日はお時間をいただきまして大変ありがとうございます。新型コロナウイルス感染症の感染拡大は社会全体を大きく変えつつあります。ニューノーマルと称される新しい生活様式が叫ばれておりまして、テクノロジーを使って社会や暮らしの課題をどのように解決していくのかが求められていると考えています。 本日発表させていただきます社会課題解決型オープンイノベーション支援事業につきましてはこうした状況の中でスタートさせていただけるいただくものでございます埼玉県では平成26年度に先端産業創造プロジェクトをスタートさせまして成長産業の創出を目指して先端技術を生かした製品開発を支援してまいりました 今年度はこれまで以上に出口ベースを意識させていただきまして喫緊の社会課題の解決を目指すオープンイノベーション支援事業を立ち,立ち上げております。先端技術を積極的に社会実装することで成長産業の創出と社会課題の解決双方の達成を目指したいと考えています。先端技術の開発だけを目的する、目的とするだけではなくて 社会課題の解決につながるテクノロジー、社会実装を支援することで、豊かな社会の暮らしの実現にも貢献したい。そのように考えている次第でございます。埼玉県が抱える社会課題として、全国トップクラスのスピードで進行します、高齢化がございます。2015年から2035年までに、約5%の人口が減少する見通しでございますが、65歳以上のいわゆる高齢者人口は増加し続け、 2040年には総うう人口の3分の1を超えると予想されております。それに伴いまして、介護、医療の需要も増大することが考えられます。この他にも、ゲリラ豪雨や台風などの自然災害、少子化に伴う生産年齢人口の減少による労働力不足など、様々な問題を抱えております。 本日ご紹介させていただきます社会課題解決型オープンイノベーション支援事業では埼玉県におけます最大の社会課題とも言える高齢化新型コロナウイルスを想定した新しい生活様式この二つにフォーカスをいたしましてこれからの社会や暮らしの充実に資すると思われる三つのワーキンググループを選定させていただきましたまたワーキンググループの活動をサポートし 社会実装を加速,加速させるための存在といたしまして、電子情報技術産業協会様をプロジェクトマネージャーに寄与させていただいております。事業を成功に導くための心強い存在になると私は確信しております。事業スキームにつきましては、この後埼玉県産業振興公社から詳しく説明をお願いしたいと考えております。今回の事業を通しまして、 埼玉県の新しい取り組みを多くの県内外の企業の方々に知っていただきたいこのように考えております埼玉県は人口の集中する地域から自然豊かな中山間地域まで日本の縮図ともいえる多彩な地域を有しておりますこの日本の宿図ともいえる埼玉県を舞台に今後多様なオープンイノベーションの取り組みが活発に行われていくそのような企業を作り出したいそのように考えている次第でございます 是非ともご理解ご協力のほどお願いいただけ、ご、ご協力をいただけますようお願い申し上げます。私からの説明は以上とさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。次に、公益財団法人埼玉県産業振興公社の島田守新産業振興部長より本。本事業の概要についてご説明をさせていただきます。それでは島田さんよろしくお願いいたします。 皆様こんにちは埼玉県産産業業振振興興公社新産業振興部長の島です埼玉県の斉藤課長より本事業の目的、背景についてお話がありましたので、私からは本事業の実施スキームと実際に事業を進めていくプレーヤーをご紹介いたします。埼玉県産業振興公社は、経済産業の発展に貢献すべく、 主に埼玉ののの中小企業の皆様のパーートナーとししててな活動を展開しています本事業のベースとなる先端産業創造プロジェクトでは、ロボットや医療機器などの各専門のコーディネーターを20名ほど要し、企業のサポートをして,いますサポートしております。それでは本事業の実施スキーム、サポート体制について説明いたします。 本事業の狙いはロボットや AI、5G、ビッグデータなどを活用して社会課題解決を目指す企業様を支援し社会実装につなげるものです社会課題解決を目指す企業は3テーマ分を公募し3つのワーキングとして選定しましたテーマは自由で応募企業様にご提案いただきました。また 本事業の大きな特徴として、企業様のサポート役も公募しました。サポート役、当校舎の頼もしい助っ人として選ばれたのが、この後お話しいただくジェイダ様です。今回公募し、決定したのが、ピンク色の枠内になります。それでは本事業の実施スキームのうち、まず、各ワーキングへのサポート体制を説明します。 グリーンの枠内がサポート役のメンバーです。埼玉県庁、産業振興公社ジェイタ様がそれぞれの強みを生かしてサポートします。埼玉県庁は、県庁舎や道路、集客施設などを実証フィールドとして提供します。またその際の関係先や関係法令の調整をサポートします。当公社は、県内企業への豊富な支援実績を生かし、 県内企業のマッチングや技術的な助言等を行います。そして、ジェイタ様には、ジェイタ様ならではの強みを生かしてサポートいただきます。その強みとは、AI や 5G な,などに強い全国の企業様とのコネクション、さまざまなテーマで取り組む競争プログラムの運営ノウハウ、さまざまなメディアとのコネクションなどです。 ジェイタ様には強みや経験を生かし、プロジェクトのマネジメントや、全国へ広く本事業の発信を期待しております。この3社が連携して、3つのワーキングの挑戦を伴走支援し、革新的な製品、サービスの創出と社会実装を目指してまいります。えー、続きまして、各ワーキンググループをご紹介いたします。まず、ワーキング1は、アバターロボットを活用した 災害に強い社会の構築をテーマに、アワターイン株式会社様が挑みます。ワーキングには、小型無人配送車を用いた無人配送システムの構築をテーマに、有限会社ステンレスアート協営様が挑みます。最後に、ワーキングさんは、超高齢化社会に求める AI、ロボットを活用した医療・介護事業の提言をテーマに、 株式会社 RDS 様にがいております。協業するパートナー企業や具体的な内容はこの後各ワーキングより紹介させていただきます。本事業では実証する試験機の開発や実証フィールドの調整などがすでに始まっています。今後は各ワーキンググループの調整の状況や実証試験に参加する埼玉の方々の姿をビジュアルに現場からもお届けします。 現在コロナ禍や大雨による洪水などで社会は混沌とし困窮されている方が多くいらっしゃいますメディアの皆様方には明るい未来を作る埼玉の取り組みをぜひ社会に発信していただきますようお願い申し上げます本日はありがとうございました島田さんありがとうございました続きまして本事業のプロジェクトマネジメントを担います 一般社団法人電子情報技術産業協会井上治理事事務局長よりプロジェクトマネジメントの役割に関してご説明をいただきます。井上さんよろしくお願いいたします。はい、えー、皆さんこんにちは。電子情報技術産業協会ジェイタの井上でございます、えー。私からは本事業におけるプロジェクトマネジメントの役割とジェイタが本事業を担当する意義についてご説明をさせていただきます。 まず JEITA は IT エレクトロニクス分野における日本を代表する業界団体でソニーや東芝など IT エレクトロニクス産業の会員企業をはじめ近年はデジタルをキーワードに JTB やセコムなどといったサービス産業も新たに含めた新たなあらゆる産業の会員企業が集う業界団体へと まあ変革を進めております。我々の事業指針は、まあソサエティ5.0の推進でございます。まあソサエティ5.0とは、まあテクノロジーを活用し、まあ、経済成長と社会課題解決の両立を目指す新たな社会像のことで、我々はそのソサエティ5.0の実現を支えるまあ業界団体として、まあ産業界におけるまあ共通課題の解決や SDGs 達成に向けた取り組みま競争による新たな市場創出などに取り組んでおりますまさて新型コロナウイルス感染症の拡大によってま人々の暮らしや働き方は大きく変化しようとしておりますニューノーマル社会と言われるウィズコロナアフターコロナの時代においてまテクノロジーはま今後ますます重要となるでしょういえ正確には まあテクノロジーそのものではなく、まあテクノロジーの使い方、すなわちテクノロジーを何のために、どのように活用していくのかが、まあニューノーマル社会におけるまあ課題解決に必要になると考えております。まあこれからはテクノロジーと暮らしの融合が求められてくるのです。まあこのような背景から我々ジェイタは暮らしに密接する 地域社会との連携強化の必要性を強く感じ今回埼玉県という地方自治体と初めて連携しテクノロジーと暮らしの社会進動を進めていくことを決断をいたしました今回の埼玉県社会課題解決型オープンイノベーション支援事業は埼玉県庁埼玉県産業振興公社と目指すべき方向性が合致していることから JETA、まあ、としては、まあ、広範な分野の、まあ、企業の参画を得て、まあ、テクノロジーを活用して社会課題解決を目指す JETA、まあ、競争プログラムという JETA の事業活動の一環として、まあ、今回の事業を推進し、まあ、地域社会や暮らしにおけるテクノロジー活用のその拡大を目指してまいります。 プロジェクトマネージメントの役割についてご説明をさせていただきますまあ、先ほどお二人からま多大なる期待のお言葉をいただいておりますけれども主な役割はま本事業のま推進役でございますあ埼玉県庁やあ埼玉県産業振興公社各ワーキンググループとの連携の中心に立たせていただきあ事業全体を俯瞰的に見ていくとともに 各ワーキンググループの開発実証のプロセスに伴走してまいります。またこの事業で得られた成果や可能性を社会に浸透させていくための広報業務も担当し、ジェイタが主催するシーテックや公社が主催するサイノ国ビジネスアリーナにも各ワーキンググループとともに参画をいたします。特にシーテックは 4年ほど前より変革を進めておりまして従来のサプ,ライドサ,イサプライサイドからの展示からデマンドサイドも含めた幅広い領域の展示会へと拡大してきた経緯がございますものづくりに限らずソリューションやサービスも含めたテクノロジーで社会を良くしていくための総合点が現在の c テックの姿です今回の事業はまさに 具体的な社会課題の解決を目指すというものでありシーテックが目指す方向性に合致をしております。本年度はいずれの展示会もオンライン開催が予定されておりますが社会課題解決型の取り組みや成果を発信することでオー,プンオープンコミュニケーションによる事業拡大についても模索をしてまいります。また成長産業の創出という観点については j e t タが持つ知見やノウハウを生かしまして各ワーキンググループによるま事業を単発で終わらせないための工夫に取り組んでいきたいと考えているところですこのような形で事業全体をマネジメントしま推進していくことで埼玉県がニューノーマル時代におけるテクノロジー活用のフロントランナーとなりテクノロジーで社会課題の解決に取り組むという 大きな社会的なムーブメントを作り出したいと考えておりますそしてその流れをまあ全国の他の地域にも広げていくことで我々はソサエティ5.0の実現につなげてまいります以上で私からの説明を終わりますありがとうございました井上さんありがとうございましたここからは本事業の核となります 三つのワーキンググループの代表者よりそれぞれの活動についてご説明をさせていただきます最初はアバターイン株式会社深堀明代表取締役 CEO です深堀さんよろしくお願いいたしますあ、よろしくお願いしますあのアバターインの代表の深堀と申しますえ本日あの貴重な機会をいただきありがとうございます 今回はですねあの、まあ、ANA 初のスタートアップアバターイン4月1日にですね立ち上がりまして今回あの埼玉県の皆さんとですね遠隔操作ロボットを使った災害にです、ね、強い新しい社会インフラを作るという取り組みをですね一緒に、えーまあ、やらせていただくというのが概要でございます。まあ、ANA であるあのまあエアラインである ANA がですねなぜあの飛行機を使わないあのこのアバターロボットをやっているかというところを簡単にご説明させていただきますと。 やっぱりです、ね、飛行機に乗れない方は世界中に大勢いらっしゃるというところはやはりコアでしてパンダミックの前もです、ね、世界人口75億人だとするとたったの6%しか飛行機を使える人がいないと。なのでもともと ANA はです、ね、ヘリコプター2機から始まったベンチャーですので今回は飛行機を使わない新しいモビリティを開発するということで今回4月にアバター委員社が立ち上がりました。現在世界中から AI ロボティククスそしてクラウド 通信ですね世界中トップのエンジニアが今集まってですねこの会社を運営しています。で、えっと、遠隔操作ロボットはどういったものかというところはですね実際あのまだ世の中にあまりないのでイメージしにくいとは思うんですがパソコンやスマホこれを介してですねあの遠隔操作のロボットを動かしてコミュニケーションとか作業を行うとうところがポイントでございます。 現在あの会社立ち上がってすぐです、ねまあ、6つの病院コロナの患者さんが入院されている病院にです、ね、無償で提供を開始しまして、まあ、お医者さんがです、ね、会診で汚染エリアの、まあ、感染者が入院されているエリアをこう見回りをしたりです、ねまあ、あとご家族が、まあ、遠隔で使ったりとです、ね、実際あの現場であの使っているところもあります。で今回はこれをあの埼玉県で,です、ね、インフラとして実際 どうやって社会実装できるかとといいいいううテストをです、ね、行いたいという,ふうに考えていますで、えっとまあ、今回、まあ、このスライドに書いてあるところはです、ね、大規模災害発生時における、まあ、災害抑制対策というのが書いてあるんですが具体的にはですねちょっと次のスライドに書いているんですが遠隔操作ロボットにサーモグラフィーカメラをこうつけまして実際今あのいろんなスタッフの方が 体温が高い方はこちらにください、まあ、あのお越しくださいということで誘導を実際対面でしていると思うんですがやはりです、ね、遠隔操作ロボットを使うと、まあ、そういった感染のリスクを最小限にすることができるということがありますので埼玉県のです、ね、タムロンさんというレンズメーカーとです、ね、一緒に彼らのレンズをです、ね、弊社の開発している遠隔操作ロボットに取り付けまして実際、遠隔で体温とかを測りながらこう誘導する。 でそれはただの実証ではなくてですね、まあ、次の、まあ、パンダミックであったり、まあ、今回、第2波、まあ、第3波あるかもしれませんがその時にですね埼玉県は最ンンターのデバイスを実際使ってですね、まあ、新しいその、まあ、対応できる、まあ、これをまあ具現化すべくですね今回、まあ、いろんな方と協力をして、まあ、実装をまずしながらですね、まあ、あの社会実装していければというふうに思っております。でまあ、よくよくよくはですね まあの病院とか介護施設とかそういう大型イベント施設だけではなく学校であったりとかあとは商業施設とかですねアバターが面白いのはインターネットを介してですね例えば体に障害があったりしてもしくは無菌室に入院されている方でも遠隔操作ロボットを動かしてですね社会参加を自由にできるっていうところはこのインフラの面白いところですので。 まあ本当にですね、まあ、いろんな方々と連携して社会実装のテストをしてですね誰もが使える最先端のテクノロジーをベースにしたインフラを構築できればというふうに考えております。ぜひあの皆さんですねあの実装に協力いただいて実際皆さんのフィードバックをもとにですねあの世界初の新しい、まあ、今回ピンチだと思うんですが。 このアバターロボットを使うとですね、本当にその日本初のですね世界のまあ次世代のプラットフォームを作ることができると思っていますので、ぜひぜひあのよろしくお願いします。ありがとうございました。加藤さんありがとうございました。続きまして有限会社ステンレスアート協栄長友義弘代表取締役社長よりプレゼンテーションをいただきます。長友さんよろしくお願いいたします。えー、皆さんこんにちは。 えー、紹介いただきました有限会社ステンレスアート競泳の代表長友です本日はよろしくお願いいたしますまた、えー、社会解決型オープンイノベーション支援事業のキッミーティングにご参加いただきましてありがとうございますまずはじめに、えー、簡単に弊社の会社概要を説明させていただきます 祖父が1963年東京都板橋区あずさわにて金属研磨業として創業しそして父私と3代にわたり技術伝承とイノベーションに挑みながら新しいアイデアから社会的意義のある新たな価値を創造し社会的に大きな変化をもたらす自発的な人づくり組織づくりを 行って現在は創業当時の金属研磨業から設計、解析、精密板金、溶接そしてアッセンブリーまでをワンストップで行うようになりお客様と歩みながら今年で創業57年目を迎えます。本事業を通じて私たちが目指す社会実装と社会像とは何か。 現在の日本が抱えている社会問題の中で少子高齢化や急速な加速などがあります。そうしたことから起こり得る問題を想像し考えた結果、私たちが題材として挙げたことは新しい形の流通インフラを目指し社会に貢献することです。今回私たちは 社会技術となり得る自動走行ロボットの安全性、走破性などをオープンイノベーション支援事業に参加することで研究開発と検証を行うことになりました。実際の街や郊外を走行させることは非常に難しいのですが埼玉県秩父市にあるミューズパーク様のご協力をいただくことによって より社会と近い状況での走行試験を行うことができ、社会走行での問題点を洗い出すことで、新たな技術革新を生み、自動走行ロボットを新しい形での,形での流通インフラの可能性として提案することを目標としています。今回の社会問題解決型オープンイノベーション支援事業で、 得られた研究成果を応用展開することで高齢者の方や外出困難者の方たちの手助けとなり豊かな社会づくりを目指しています現在埼玉県は全国でもトップクラスの高齢化社会が進んでいる地域でもありまた都市部から山間部までのさまざまな地形や 環境があある地域でもありますそのようなことからも今後労働人口の減少や人手不足が引き金となり高齢化が進む地域や山間部などでは多くの買い物難民が予想されます。今回の支援事業を通じて設計・開発をしている小型車両の自動走行ロボットは 人との共生ができるロボット車両の開発を目標としています。この車両はアトラックラボ様のご協力をいただきながら GNSS、GN LTE、画像センサーなどと AI 技術を融合させ無人走行ができる車両の開発を目指すことで人々の暮らしや生活を豊かにすることを目的とし 私たちが住む埼玉県をモデルケースとしてこのような社会課題の解決に取り組みまた貢献できることを目指しています以上となります長友さんありがとうございましたそれでは最後に株式会社 RDS 杉原安里代表取締役社長にお願いしたいと思います杉原さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします 株式会社 RDS 代表取締役、杉原アニです。えー、っと、そうですね、今次のページ、行っていただいてもいいですか。まず最初に弊社の会社概要を説明させていただきたいと思います。弊社はですね、埼玉県の方に所在しておりまして、さまざまなプロジェクトに参画をしているんですが、もともとはモータースポーツだったり、車の先行開発などを従事しておりまして、そのテクノロジーをですね、 様々な分野に活用している企業です最近ですと、えー、まずは、えー、2019年6月に、えー、当時の、えー、当時のじゃないですね、えー、とアルファタオリではなくてトロロッソホンダとオフィシャルパートナー契約を皮切りに今年はアルファタオリホンダとオフィシャルパートナー契約を始めたりあとはですね、えー、メガボッツという巨大なロボットを作ってみたり。 あと2013年に、えー、グッドデザインの金賞をいただいたドライカーボン松葉税と多岐にわたってさまざまなプロジェクトに参画しております。はい、次のページお願いします。えー、近年、えー、最近ですね、本当にもう、えー、数か月前なんですが、イタリアの a ッシュデザインアワードという権威のある、えー、デザインの賞をですね僕たちは、えー、WF01 という車椅子、 まあ僕らはこれをモビリティという呼び方をしておりますがこちらがえ最高峰の賞をいただきましてプラチナムでえ車椅子レーサー WF01TR というものが金メダルで SS01 というシーティングシミュレーターがブロンズを獲得しました特にですねこれの関係性で今回のプロジェクトに大きな関係があるのがえーゴールドを取ったえ車椅子レーサーと SS01 なんですが え僕たちはですね車椅子レーサーを開発する上で人間のえ感覚値というのを可視化するということを行いました今までは感覚的に行われてきたものを数値化していくことによってその人がえ座る最適なポジションっていうのは一体何なのかというものを座るを科学することでその人のシーティングポジションのスイートスポット 最適化を当てると現在はですねこちらの方は国立障害者リハビリテーションセンターの方に導入されておりまして一緒に研究をしているんですけども多くのモニターの方と共にですね新たなアルゴリズムの構築を目指しておりますで今回、えー、このプロジェクトで私たちが試みたい、えー、プロジェクトはですね先ほど SS01 では、えー「座る」 とといいいうおお話ををさせててたたただきままししけども今回は歩くを科学したいと思っております一体何のことをえ言っているのかというところをま,あまず背景からご説明させていただくとえ今後日本は超高齢化社会を迎えます一説によると2025年には30.3%が65歳以上になりますという話をするとですねほとんどの方々はこれをネガティブに捉えるんですが僕は逆ですバリューに捉えています 価値だと思っています多くの国々が今後超高齢化社会を迎える上で日本が率先して先に高齢化を迎えるということは私たちがここでハードウェアソフトウェアを含めてサービスをプロダクトを展開することが今後このプロジェクトを横に展開することが可能なんではないかなと思っております。そのの中でも特にに重要になってくるのが未病 とというところなんですが埼玉県は人口1万人あたりの医師看護師の数が残念ながら日本で一番少ないと決してネガティブな言い方をしてるわけではないんですがじゃあこれをどういうふうに解決していけばいいのかというところで私たちが着目したのが歩行という分野です皆さん多分歩行と言っても自分の歩き方って意外に知らないと思うんですが実はさまざまな疾患 を追っている方々は歩き方に特徴があることが国立障害者リハビリテーションセンターの研究結果によって分かっておりますそして私たちはもうすでに1 0 0近いデータを所持しておりその中で、えー、区分化してですねもしかしたらこの歩き方何かの病気なんではないか疾患を負っているのではないかというふうに、えー、バイオマーカーとしての歩行データの活用が今始まっております とはいえ、まだまだ医学的なところというところでは、まだまだ研究を進めていかなければいけないんですが、私たちはこの未病というところと、また歩行解析、そしてロボティクス、この3つをですね軸に、今回は、追尾型歩行解析ロボットというものを作ります。今までは、有用性、簡便性というふうに歩行のテストというのが行われていました。有用性といううのは分かりやすく言うと 部屋の中でフォースプレートがあって、モーションキャプチャーがあって、すごいもう機材が置いてある状態で測ると。なので、角度の高いデータは取れるんですけども、それって皆さんいけませんよね、あまり。じゃあ、勘性、いや、これはもうカメラが何台か置いていて、等間隔で。で、そこを歩いていくと。これも実際の数値としては、悪くはないんですが、うーん、量産性には欠けているよねと。なので、僕たちが今回、埼玉県の、えー 皆様のお力を借りて試みるのがまずはロボットを作ってそのロボットがですねその方を歩いている後ろ姿を5メー,ターぐらい追尾することで僕たちのデータバンクにアクセスをしてもしかしたらこのような疾患にかかっている可能性があるかもしれないというものを発見することを試みますまあ今後はアルゴリズムの構築だったりとかもっともっと角度の高い えー、計算式あとは変数というものを今後はこの一年間を通じて頑張っていきたいと思っています応援よろしくお願いいたします杉原さんありがとうございました、えー、皆様に、えー、登録をいただいた、えー、メールアドレス宛にですね、えー、報道向けの素材として、えー、今回の登壇者の集合写真をメールにてご展開をさせていただきますので、えー、ご活用をいただければと思っております え、また追加でご質問等がありましたらえ、ご遠慮なくお問い合わせをいただければえ、広報の方で回答をさせていただきます。え。以上をもちまして、本日の記者説明会を終了とさせていただきます。え、皆様、誠にありがとうございました。